ではね、第3ラウンド行きましょう。ラウンドの準備ですね。まず職人を全部片付けて、新たな職人を置きます。で、大きい数字が3なので3ラウンド目ってことですね。あ、そうそう、フェーズ1のね、準備もね、ここに実は書いてありますね。で、次が素材ですね。素材はね、1個しか空いてないんで、1個だけ取ります。そして衣装は、右端2つは、除外して、全てね、こう詰めていきます。ちょっとオレンジ欲しいな、オレンジな。オレンジね、ちょっとね、もともと数が、あー出た、多くないんですよね。お、しかもマイスターじゃなくても作れますね、これ。いや、オレンジ欲しいかな。なんか青と緑をね、作っていった方がいいような気がしますね。で、ちなみにね、これね、ピンクとオレンジがね、男性で、緑と青はね、女性用なんですよね、ドレスがね。はい、ではフェーズ2、手札3枚選びます。ちょうどね、山札3枚なので、この3枚で次は動いていきましょう。そして捨て札はね、山札に戻します。はい、それからデュバリー夫人は4枚ですね。 1,2,3,4。 はい、これで準備が終わりましたので、ではね、フェーズ3のアクションを行っていきたいと思います。で、まだね、スタートプレイヤー自分から変わってませんので、プレイヤー側からやっていきたいと思うんですけれども、まあ誰か雇いたい職人がいるかな。まあマイスターでこれね、職人をね、雇いましょう。で、どの職人雇うかなんですが、この職人を雇いたいと思います。熟練工ですね。で、ボーナスちょっと分かりづらいんですけど、職人デッキにある一人のね、職人を移籍させることができるんですね。まあ要はですね、カード1枚こう減らして、いいカードだけにどんどんしていく、まあデッキ圧縮ができるカードですね。で、その時に移籍金としてのお金もちゃんとね、もらえますよってことですね。ただちょっとその移籍金が少し下がるということになります。まあでもね、どんどんデッキのね、効率を良くしていきたいんで、まあ、これは取りましょうか。ボーナスないので、これでおしまいですね。あ、そうそう、ゴリーブル払ってなかったですね。はい、ではデュバリー夫人、はい、2つ目を作ります。 1,2 この衣装をね、作っていきます。じゃあどこ置くかなんですが、右下ですね。右下に置きますが、メインゲストスペースのうちコインがある方に置きます。ここは1対1ですね。では次、プレイヤー側なんですが、ちなみにね、ちょっと解説し忘れましたけど、これ職人デッキのうち1つを移籍させることができるっていうんですけど、その職人デッキっていうのはね、捨て札でもいいし、山札、手札、どれでもいいんで、まあなんで全部の中から選択できるってことですね。じゃあ早速使いましょうか。はい、衣装をね、制作しましょう。で、このオレンジの衣装を制作します。レース1つと素材ね、オレンジの布1つで作れますので、あと4リーブですね。5を払って1返ってきて、じゃあどこ置くかなんですが、もうね、リーブルがね、カツカツなんですよね。なので、ここに置くでもいいんですけど、こっちに置いて、まあ、要は全広間制覇ボーナスをね、ちょっと狙ってるんで、で、まあ、1リーブル多いしね、まあ、あとでね、置く理由がなくなっちゃうんで、ここ置こうかな。で、3リーブルを得ます。まあ、ちょっと両替しておこうかな。で、ボーナスですね。で、どの職人を
まあ移籍させるかなんですが、とボーナスのないマイスターを移籍させようかな。で山札はねまた次から来るんで選択肢になるんで、まあ、捨て札にしたねマイスターこれをね移籍させます。で通常移籍のアクションを使うと10リーブルもらえるんですけども、まあ、このカードを使うとね8リーブルしかもらえないんですが、まあ、それでもね1アクションの中に収まってるのでいいでしょう。このマイスターについてはもうゲームから出てきません。で移籍金の8リーブルですね、8リーブルをもらいます。ではデュバリー夫人、はい、5つ目、 1,2,3,4,5、 ここですね。いやオレンジねさっきここだったんですよ、5個目だったんですよ。まあよかったな作っといて。でこの緑のドレスを作ります。じゃあどこにね置くかなんですが、左上ですね。左上が手厚いな、まあ、それはね逆にいいんですよね。でメインゲストスペースに置きます。まあ、ここだけに集中していてくれてもね、まあ、結局2点しか取れないんでね、そのうちに他を自分は狙っていきましょう。さああと2アクションできて13リーブでしょ。素材が全くないんですよね。じゃあまあ素材集めて衣装を作るっていう方でやっていきましょうか。じゃあ見習いで素材をね得ることを1回と2回しましょうか。でこの衣装を得たいのでこの素材をまず2リーブルで得ます。そしてもう一回なんですが、まあ、ここがちょっとお安くなるのと、これがねレースと糸が一個ずつもらえるっていうなかなかいい素材なので、これをね破棄してレースとね糸を一つずつもらいましょう。ではデュバリー夫人、はい、右側のね3つもらっていきます。あー残ってるな、 1,2,3 と。これはデュバリー夫人が持っておきます。で、最後自分は、まあ、作りましょう。この一番右の衣装を作るんですが、でまあちょっと、使わないのはあるんですがピンクと緑と糸ですね、これでね作れますね。で追加料金もいません。でこれをじゃあどこに置くかなんですが、置いた置いてないなので、まあ、ここですね。で2リーブルも合わせてもらってしまいましょう。ということでですね、これで全広間置いたことになるので全広間制覇ボーナスをね1番目なので6点もらうことができます。これはねゲーム終了時にもらうものですね。よしよし、おいい感じだぞ。とボーナスが1リーブル払うとレースか糸がもらえるんですが、レース糸レースなのでまあレースもらっとこうかな。1リーブル払ってレースをね1つもらいます。これでプレイヤーはおしまいですね。で最後かな、素材の一番左をもらってきます。これとこれだね。はい、ではお互い全部アクションし終えたのでフェーズ4注入ですね。ではまず5リーブルと厨房を見てみるとレンタルしてる数かける1リーブルなので1,2,3,4,5 オリーブルですね。うん、ちょっとずつ増えていってるぞ。はい、ちょっと両替して今ね22リーブルですね。うん、いい感じじゃないですか。これでねラウンド3が終わりです。ではねラウンド4に移っていきますが、まあちょうど
半分ぐらい来たので、今の状況だけ確認しておきましょうかね。準備入る前にね。まず、広間を見ていきましょうか。左上の広間が、まあ2対1ですね。ここはまあメインスペースも取られてるんで、ちょっとここ逆転は難しそう。で、左下は自分だけが今一つ置いてありますね。で、王の間も自分だけ一つ。右上は1対1なんですが、メインゲストスペースに置いてある方が点数取れるので、これ今負けてる状況。ここはお互いね、メインゲストスペースなので、1対1で同点ですね。装飾に関しては、プレイヤー側はまだ今ここ一つだけですね。一応まあこれ、装飾にはね、数えないんですけども、一応全エリア制覇ボーナスはもらってます。で、デュバリー夫人側は、音楽家一つと、彫刻一つと、厨房ね、一つですね。で、彫刻に関してはね、デュバリー夫人側もこれ計算しますので、現状1箇所に出資していて3色あるので 3×2 で 6PP となります。まあ自分としてあとやっていきたいことは、こう今同点のね、ここと王の間をね、ちょっと増やしていきたいっていうのが一つと、あとここね、花火をね打ち上げるんですよね、最後ね。で、この王の間にいる貴族しかここはいけないので、まあこれをねちょっと増やして、ここもね出資しないとね花火で倍にならないので、ここの出資もしていきたいですね。ではフェーズ1準備ですね。まず職人は片付けて、1,2,3,4 と、まあ4ラウンド目ということですね。素材引き出しに、はい、で衣装もね右に詰めて、はい、スタートプレイヤーはねまだ変わりがありません。ではフェーズ2、3枚を選んでいきます。今ね山札は4枚あって、このマイスターはねプレイしたいな。あとね、この素材がちょっと今何もないんでね。お金はまああるんでね。22あるんでね。まあこれマイスターにしよっかな。じゃあこの見習いだけ山札に残しておいて。で、デュバリー夫人も1,2,3,4 枚ですね。ではフェイツさんでアクションを行っていきましょう。ではスタートプレイヤーは自分ですね。で、またですね、ここにマイスターがいるので、マイスターを取りたい気持ちもあるんですけど、このカードがね出資をねマイナス5してくれるんで、これ も魅力的なんですよね。まあじゃあひとまずマイスター取りましょうか。こっちボーナスなしの方をプレイして、新しい職人を雇います。で、まだね、4人いるので、このマイスターを雇うには、5リーブルね、必要になります。で、ボーナスなしなので、これでおしまい。では、はい。2人目、右からですね、雇ってくださいということなので、1、2、うんうん、まあまあ、これもいいなと思ったんですけどね、緑2枚、少なくしてくれるんでね。この職人を、デュバリー夫人は雇って、アクションカードをね、1枚追加します。では、こちらですが、どっちがいいかなってちょっと考えてて、まあ、左が11なんですね、ピンクとオレンジがね。まあ、それも悪くないけど、こっちがいいかな。じゃあ、どっちのマイスターを使うかなんですが、今回ね、ちょっと装飾に出資したいんで、こっち後にしようかな。はい、じゃあ、こっちのマイスターをプレイしましょう。職人を雇います。で、残り2人なので、1リーブルでいいですね。1リーブルで、この職人を雇います。
ボーナスで出資マイナス5ですね。でこのマイスターのボーナスとして青いドレス1、緑ドレス2リーブル、青いドレスが1だけどな、で緑が2あるので1足す 2×2 で5リーブルですね。5リーブル得ます。はい、では職人を雇う、まあ、残り1人ですね。でアクションカードを追加します。いや、お互い増やしまくってますねアクションもね、大事ですもんね。はい、では次に素材がないんですけど、先に出資する素材を得るか、先に出資しましょうか。で、じゃあこのカードで素材を得ましょうか。素材を得て嬉しいのはこの糸、ピンク、青の布がある、これを作れたらいいので、じゃあこれを取りましょう。でこれはね、まだ全部引き出し埋まってるので 2リーブルですね。2リーブル。そして出資マイナス5できるので、今回はねこの花火押さえときますか。そうだね、うん、じゃあ 12-5 で7リーブルでいいですね。で7リーブルでこの花火一番左の席を押さえました。なのでね、この緑のドレスの、貴婦人かな、貴婦人がこちらに上がれるという権利を得たということですね。なのでまあこのままいけば、緑のドレスからは6点もらえるということになります。リバリーさん、真ん中を取ります。真ん中2枚ですね。はい、ではこちらですが、なんとなくですけど先行を取られそうな気がするんですよね、そろそろなので、まあ、ちょっと余裕があるっていうのもあるんですけど、このこっちにしようかな、こっちにしましょう。熟練工を使って王妃の寵愛を受けましょう。これね、で直ちに5リーブルもらって、さらに1リーブル払うと袋からね1枚素材を得ます。はい、おピンク2枚良さそうですね。このピンク2枚にしておきましょう。はい、ではデュバリー夫人、右から一つ目の衣装を作ります。なんでこれですね、まあ狙ってたやつじゃないんで OK です。じゃあどこにレンタルするかというと、左下ですね、左下。おっと、ここはちょっと負けちゃってますね。ね、メインゲストスペースと何もない普通のゲストスペースなんでね。では最後プレイヤー側なんですが、王の間がまだね置けてないんで、ここちょっと負けてる、もうちょっと負けてるっていうのはあるんですけど、マイスターを使って衣装をね作りましょう。でこの素材をね全部使ってピンク3として使うのと、あとねレースですね、このね衣装をね作ります。追加はねいりませんので、これをですね、まあ、ここに置きましょう。でそうするとね、何が起きるかっていうと、まあゲーム終了時にですね3点じゃなくて4点 ×2 となります。でさらにねこっちの方出資してるとね、またこっちの、まあ、ちょっと点数が低い方も花火の見物に上げることができるの で王の広間もね盤石ですよね。メインゲストスペース得られたんでね、うん、いいんじゃないかな。で、出資1つにつき1リーブルもらえるんですけど、注意としてはここはね数えてはいけません。なので1、2ですね、2リーブルもらえます。はい、これでねプレイヤー側おしまいです。はい、新
しい職人を雇うなんですが、もう職人はいないのでできないということで、3PP をあちらは得ますので、一応6対0ですね。まあまあここは気にしなくていいかな。そして続けてデュバリー夫人、あまたですね、なので 3PP で9対0ですね。これでフェーズ3が終わりで収入を得ましょう。ドリブルと厨房ですね、1,2,3,4,5,6 リーブルを得ます。でちょっと両替して20リーブルですね。29リーブル、うん、お金ね結構カツカツになることも多くて、その場合はね衣装をねこうレンタルに出すじゃなくて、この左下ね売却するっていうことでリーブルを得るってこともできるんですけど、まあ、今回そんな心配はねあんまりなさそうですね。うん、よかったよかった、では収入終わったので第4ラウンドかなはおしまいです。